はい。ってやんで、しんどうたつみのゴミラジオ始まりました。バカイはあなたはしんどうたつみです、えー。今回はですね、えー、あのー、M1 グランプリね、準決勝も無事終わり、決勝ね、10組、10組じゃないか、9組決まったんですけども、えー、準決勝の動画がね、あの、一応、ま、あ、オンラインですか、配信で僕はチケット買って、 たので、24 2時間あの見見れるとといいうことでで回見させてたただきましたでやっぱり初回の印象と、まあ、多少ずれることもあったかもしれないけど、大概はまあ同じで、まあ、金属バットのね、決勝進出がちょっと悔やまれるっていうのでとね、まあ、結構序盤でしたからね、ここはだから敗者復活行ってほしいなっていうのが非常にあるのと、まあ、こんだけ3番目でこんだけのね、 あの、ネタの強さを見せてもらって、あんだけね、本来だったら、あそこまで受けることはなかなか難しいんじゃないかっていう、かなりのね、あの、功績というか、爪痕残したんじゃないかというのでね、敗者復活はかなり期待できるのかなっていうので、え敗者復活どのぐらい、あの、なんだろう、この準決勝を見て、かなり惜しかったんじゃないかっていうことをね、え何組かいたのかなというので、え他に皇帝さんなんていうのもね、かなり受けてたと思うんですよね。 だからまあこの敗因っていうのがねあのー、まああるとするならないんじゃないかなっていうぐらいなだから偶然の産物であのー、決勝には行かなかったけどあれはあのネタでも全て良かったんじゃないかって思うようななんか別に、ね、皇帝さんらしさもあったしねえー、後半に至るにまあ M1 を意識してなのか、ちょっとね、あのー、仕掛けみたいのを作っていたし、さらに普段の工程さんよりよりね、 拍車をかかけるるよよううに良ったような気がするし、まあ、冒頭のね、まあ、本人も自覚してるところもあるかもしれないですけど、ちょっとお客さんが最初ついてこないところは、ちょっと最初のね、冒頭はあるけど、まあ、皇帝の2人がいきなりいつも出てきたら、お客さんを若干置いてくっていうのもありで、りでそしてそこから徐々についてこさせるっていうのは、皇、ま、帝、あ、さんの良さっていうのもあるから、全然良かったのかなっていうのと、まあ、単純に今回は残念だったのは決勝に行かなかったそれだけだったのかなっていうのに、準決勝は結構もう十分に楽しんでたし、全然決勝もあるのかなって、 すごいい思わせてたただきましたねあと、インディアンスさんもね、まあ、相当受けてたし、これは本当に敗退したからこそ、あの何が悪かったのかって、無理やり考えて、ひょっとしたらここは悪かったのかなとか、言う人いたりとか、いろいろなまあ議論が飛んだりとかするんですけど、まあ、あれはあれで俺も完成されたネタだったなと思う。単純に選ばれなかったそれだけなんじゃないかなと。後半に至るために,至,るに至っても、ぐーんって伸びたしね、もう申し分なかったんじゃないかなって思ったね。じゃあ、なんで落ちたのっていうのは、それはただ、単純に合格させた人 僕じゃなかかっったからってそれだけだったような気がする僕だったら合格させたかって、いや、全然ね、あの上位の方に絶対インディアンス入れてたんじゃないかなっていう気がして、まあ上位がね、また9組いるので、9組並べて、そこにインディアンスさんとか皇帝さんとか、まあ金属バットとか、まああと他に誰がいるかな。うーん、まああと、からしレンコンさんもね、結構良かったよね。そこら辺も入ってたと思うんだよね。らここら辺はもう、その、 決勝、準決勝の審査員の、あのー、癖によるよなっていうところもあったんだよね。一人二人すごく刺さった人が、まあ、例えばカラシ連合さんや金属バット工程さんのインディアンさんとかあったら、単純に上がってたんじゃないかなとか、そ,そこら辺のレベルで、結局上がっちゃえば、やっぱり面白かったなっていうのをより説得力になり、周りの人がリスペクトして、見てない人が、あやっぱりこの人たち、 取ったかっていうので、まあ、頷ける状態で、この、例えば4組が決勝のメンバーと入れ替わってても、誰も何の違和感もなかったんじゃないかなっていうぐらいの準決勝の,あの爪痕の残り方はすごくあったような気はしましたね。まあ、だから今回惜しかったのは、まあ僕はもう、まあ、 応援をしすぎるがあまりあまり言葉に出さないランジャタイね。ランジャタイなんていうのは準決勝で結構受けてたし、全然入ってもおかしくないかったのかなっていうのも思ったけど、まあ芸風が芸風でね、まああの芸風、まあ見てる、見知ってる方もいると思いますけども、特殊すぎるというね。特殊すぎるからこそ決勝で見たいっていうのもあるし、うん、もうランジャタイはまあ徐々にね、あの、浸透はどんどんしてって、一番最初準決勝できた、 時から比べると確実にお客さんがランジャタイのネタについていけてるっていうことはもう一目瞭然だったのでこれはもうもうちょっと長尺スパンというかもう来年再来年というねのさらにまた準決勝また準決勝行ってそこでまたどんどんランジャタイっていうのがどんどん知られていてどんどん普段の劇場に近いお客さんが受け、受け方になっていけばそのまま行くってただそれだけら行けもするかな だから何がどうだっていうほど、あのー、今回の、まあ、ランジャタイのネタなんかね、特に悪いところなんかなかったんじゃないかなってぐらいのね、まあ、ネタ選びはこのネタやるんだっていうね、驚きはあったけど、結果的にネタ終わってみたら、ああ、このネタでもありだったのかもしれないって思わせてくれたっていうのが今回ね、ランジャタイの操さだったのかなっていう。 来ましたね。だから惜しかった人が結構多かったんじゃないのかな。もう、あともうどんだけその審査員を、あの、自分たちのファンというか、その瞬間、面白いな、決勝で見たいなって思わせるだけの大会だとは思うんですよ。そ、そしてその現場の受け方。まあ、今回なんていうのは準決勝はね、もう受け量だけで取ったなんて言われてますけど、その中でもね、結構受けた中で落ちてた方もいたんですよ。このね、あの、皇帝、金属バット、インディアンス、からしレンコンなんて特に代表する4組だったんじゃないかなとは思いますけどもね。 うーんだからね、悔しい思いした人とか、えなんで受かってないのって、未だに信じられない方ともいる,いるんですけど、だからそれはもうそのね、あのー、誕生、せめて、強いて言うなら、あのー、範囲。あのさ、真ん中側の右、客席のニューピアホールの真ん中の右端に審査員が並んでいるんですよ。あそこで審査員の耳に届いた割合の強めのものが上がってるわけですよ。だから例えば、まあ、舞台上か見たら、 上手ですよね。下手に座ってたら、これ全然、上がってる人が変わるわけですよ。シンプルに。なぜなら、周りのお客さんの受け方が変わってるから。均等に受けるようには、もちろん芸人さんネタ作ってるけど、絶対に場所によっては癖があるじゃない。よくツイッターとかに見えますよね。私の位置からはすごくこの人が受けていました。こっちからはそこまで受けてると思いませんでしたってあるじゃない。それがまさに、あの、審査員の座る位置で偏りが明らかに生まれる。 とは思うんですよ。だからそこで、座る位置さえ変わっていれば、からしれんこん、皇帝金属バット、インディアンスなんてのは、上がってた可能性が全然あり、まあ、ランジャタイですらもう座る位置によっては、全然決勝に上がってる可能性もあったんじゃないかぐらいのことはあり、そして決勝のメンバーも、本当にあそこに座災審査員が座ってたからこそ、あの、勝ち上がった人も、まあ、絶対にいるっていうのは間違いない。これがもう人間の不完全さと、まあ、 これが面白さっていうところもあったのかななんてのは思いますけどね。まあ、M1 グランプリはもうね、やっぱり賞ーレースの中でも特に完成度が高いのでね、こんな僕みたいな素人が特に口出せるようなレベルにはもう全くないんで、まあまあ、すごく楽しませてもらったななんていうのね。まあまあ、あと、個人的には9とか、9なんていうのもね、相当面白かったからね、あれも、まあ、そこのね、 もうギリギリのライン、金属、カらし、レンコン、皇帝、インディアンスから比べると、ひょっとしたらちょっと負けてたのかなと、配信で見る限りの状態はちょっとあったけど、かなり面白かったから、これはもう来年、再来年、かなり決勝を狙えるようなコンビであるっていうのは、ちょっと今回のね、準決勝で自己紹介できたんじゃないかな。あとまだ敗者復活もあるしね、それで何やるのかなっていうのでね、全然球が意外とここで上がってくるなんていうのも非常に痺れることですからね、非常に楽しみだなっていうのは思いますよね。 でまあ、あと、僕は個人的にやっぱ面白かったなと思ったのはロングコートダディはすごく面白かったなと思ってね、まあ、これは個人のかなんか感情というか、まあ、個人的な好みにはまったっていうのもあるから、まあ、ちょっと冷静な判断ができてない部分もあるかもしれないんですけどここも本当に結構面白かったし構成もシンプルで分かりやすかったし受け入れようもある程度あったんじゃないかなって思ったので、えー、すごく面白かったなと思いましたけどね。うん まあそんな感じですかねっていうところね。まあ、他のメンバーもね、もう非常にあのつまらないメンバーなんてね、もちろんねあの準決勝見に行った方だったら全員分かるけどいないわけですよ。ま準、あ、々でね、ま準、あ、々とかさ、からもずっと続けて見に行ってる方は2回戦とかから。 まあ、そしたらもう、その人の能力というか、今回のネタの強さっていうのは、もう如実にわかるわけで、そんな中で、まあ、準決勝で、あ思ったよりハマってないなっていうね、まあ、まあ、祇さんなんで割,割とそうだったのかな、あのー、2回戦とか順々で、くそほどハマったネタが、準決勝になったらハマんなかった、これはネタバレなのか、単純に会場の具合なのか、 あと、知名度の具合もあると思うよね。大阪での祇園さんの知名度と東京での知名度は全然別物になってるから多分同じネタでも見え方が全然違ったので多分一説ではあのおそらくちあのネタバレじゃないのかって言われている説はおそらく濃厚であると思うんですよ。単純に祇園さんっていうのはでも知名度が圧倒的に違うと同じ表現所もしても全然違った現象で生み出る見え方があるのでただのあのネタバレとかではない可能性はある。東京の人はあまり知られてない ないので、あのそこまでネタバレするほど。じゃあネタを見られてんのかって言ったら、ちょっとそこはわからないなってところはあるんですよね。だからそこで言うと。まあ明確な、えー、これだっていうのはあまり決めつけるとちょっとわからないところがありますよね。うん。 まあ、1番バッター、2番バッターは今回はね、本当に前,前座埋設みたいになってしまいました。まあまあ、金属バットもそうかラランドタ、タイムキーパー、金属バットとかはね、ちょっと埋設感になって、その後の、えー、出演者さんをこう、盛り上げる実力者みたいな形になっちゃってたのがちょっと悔しいところですよね。まあ、1番バッターでも可能性がある、えー、M1 グランプリ、準決勝であってほしいなっていう願いはありますけどもね。まあ、まあ、まあ、あとユニバースなんかもね、 まあ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 面白いのも当然なんですけどもまあユニバースの川瀬名人なんていうのはね m 1優勝したらちょっと、えー、芸人辞めるなんて言っていますから下手に決勝行かせらんないなっていうのもひょっとして審査員に働いてた。 たたりりししててね俺がもし見てたらちょっとあげたくないなってちょっと思っちゃうんですよね。いや、やめてほしくないからなと思って。川瀬名人のやっぱりネタ以外の,あのお笑い芸人能力、あと原さんの能力、まあ、おとあの一人一人の能力が高いし、面白いから、やっぱりお笑い、 会として、もうちょっと居座ってほしいなっていう、応援というか、憧れもありますのでね。まあ、相当受けても落としたいよね、僕は。それで言うとね。だから今回ちょっと落ちてほっとしたなぁとか思うけど、まあ、優勝するっていうのを見て、見たがいっちゃ見てみたいけど、やっぱその後の活躍もどうしてもあってのことですからね。うん、えー。で、まあ、ペコパがね、まあ、 まあまた新しい形というか、まあ今までとはまた違った見せ方をして、その中で落ちたって悔しさもあるでしょうけども、なかなか攻めてて、まあ一説やペコパがね、敗者復活上がるかもしれないなんていうのもね、金属バットの清流伝説でちょっと言ってたりとかもしましたけども、まあ確かにね、まあ普通に手放してで考えたらね、 知名度のありり人気がありある程度ネタ面白い方やっぱペコパになってくるんじゃないかなっていうのもあるけどで、まあ、まあ肩や議論であったのがね、まあ、ちゃんと面白い人有名で面白い人がしたらちゃんと上がるけどいやあのそこまで面白いネタじゃなかったらやっぱりちゃんと面白い人が上がるのが m 1グランプリ敗者復活じゃないかっていうのを ね、言われてましたけど確かに僕もそう思いますのでぺこぱといえどもあの本気であの戦ってそれなりその当日結果を残さない限りは絶対に決勝に上がることはないんじゃないかなと僕も思いますそれぐらい m 1グランプリは公平にできるだけ近い状態を表あのなんだろう作ろうとしているのかなっていうのは非常に思いますね。でちょっと なんかずるいなと思ったのが、やっぱり令和ロマンがね、あの記者会見で、あのちょっと潜入してたっていうのがね、個人の YouTube チャンネルで言われてましたけど、それはずるいですよね、本当に。俺も今回ほ行けなくて、配信で、まあ配信も非常に楽しめたんだけど、やっぱり現場に行けるなんてもう宝箱のようなもんですからね、それに行って、その話を YouTube で話して、すげえ悔しかったな、なんで俺行けなかったのかな、もう俺もう関係なく潜入して、もう、 警察に捕まってもいいから会場内行こうかなとかもちょっと思ったりしたんですけどね。まあ結局僕もね、あの人の子でひよったというか、不法侵入でも絶対に行ってやるっていうだけの,あの考えを持てなかった。結局、ポンコツですよ、僕もね。まあ別に、令和ロマンがね、あの、 車さんが別に無理やり入ったわけじゃなくて、ちゃんと許可を得て入ったっていうのでね、結局自分の人脈のなさっていうのは悔しかったね。芸歴絶対僕の方があるのに、俺は入れなくて、車さんは入れんのかっていうのがね、ちょっと、俺まだまだもっと頑張んないといけないなっていうので、またネタ以外の部分、人脈の部分でちょっと落ち込む。 ことになるとはとは思わなかったですね。そのぐらい今回 M1 グランプはいろんな部分で成長と、まあ、元気を持たせてくれたなと思いましたね。ということでございまして、え皆さんいかがだったでしょうかね。配信見た方もたくさんいたとは思いますけど、非常に面白かったので決勝ね、えー、12月20日、えー、楽しみにしたいと思います。以上、シ度ドたちのゴミラジオでした。